おはようございます、パトロール隊長の武藤孝弘です、本日はですね12月4日金曜日です。昨晩からですね雪が降っていて、今は3センチほど積もったぐらいですね。で今でもちょっと小降りで雪は降り続いております。でゲレンデはこんな感じ。まあちょっと昨日まで黒い部分もあったんですが、昨晩の3センチの雪が上に乗って全体的に白く見えております。そして今日のゲレンデは、昨日の夜に圧雪を入れまして、下地が硬く、その上に、マイナス5度で降ったサラサラの雪が3センチ積もっているので、かなり滑りやすい好条件なんじゃないかと思います。それではゲレンデを見ながら、雪がスキー板が雪をこうかき分ける絵をご覧ください。はい、中間降りを降りました。ちなみにまだ山頂からの滑走はできないので中間で降りてください。かなりの好条件なのですが、ちょっとガスがひどいですね。それでは見ていきましょう。こんな感じで黒い部分もなく、白くかなりね滑りやすいですね。今回はですね、本日パトロールの副隊長である大泉さんがお休みでですね、朝からリフト待ちをしているということで、そこに突撃して追い取りをさせてもらおうかと思いますんで、行きましょう。いたいた、あの白いヘルメット、あれが我がパトロール隊長の大泉さんでございます。おはようございます。おはようございます。副パトロール隊長の大泉さんでございます。今日はあの追い取りをさせていただけるということで伺いましたので、はい、よろしくお願いします。3センチぐらいしか積もってないですが、ちょっと目論見が外れましたね。もうちょっとあると思ったんですけどね。昨晩から10センチぐらいの予想をしておりまして、太板を準備していた大泉さんですが、3センチを見ても板をこう変えることはなく、そのまま乗り込むということで、はい、では夜脇とか行ってみたいと思います。よろしくお願いします。サムネイル、大泉さんもスミスの 4D マグしてるじゃないですか。そうですね、うちのパトロールのピース多いですね。この下の湾曲がやっぱ素晴らしいですよね、はい、これ視界広くていいですね。今日はやっぱりガスってるから、この明るいレンズのチョイスということ で、あの、あんまり眩しくない時にやるやつですね。そしてウェアバートン、これバートン、はい、ズボンは、ズボンどこともよくわかんない、決まってますね、相変わらず。ありがとうございます。じゃあこれからやる追い取りも決めちゃってください。決められればいいですね。行きたいです。さあ始まるよ。さあレッツゴー。
じめさんありがとう。はい、それでは今回の動画が参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。またねー。